いただきまーす。はい、どうぞ。ありがとう。お吸い物から。はい、では今回ツーさんが日本に一時帰国をして帰ってきた際に持って帰ってきてくれたものもご紹介したいと思います。お願いします。はい、でこっちから行ってみましょうかね。はい、まずですね、はい、最近我が家ですっかり定番となった甘酒作りに欠かせない米麹で、米麹は私も作っているけれど結構時間がかかります。3日ぐらいかかるので、まあ、これはちょっとこう予備的にね、あーもう米麹がもうなくて困るっていう時のお助けアイテム的に2個だけ買ってきてもらいました。よし、で、はい、これもいただき物ですね。お母様からのいただき物分からない、食べそう。これは今半の牛肉ひつまぶしだ。ちょっと美味しそうじゃない？美味しそうね。浅草今半といえば牛肉のひつまぶし、はい、でもひつまぶしってうなぎじゃなかったっけ？それが牛肉なわけね。なるほどなるほど、そうだね、うん、でこれはレトルトパックだからこれを温めてご飯に乗っければちょっとごちそうシリーズになるそうです。美味しそうだね。美味しそう。これを2ついただきました。で、ゆっくらせ、これは雑穀米。最近これの美味しさに気づきました。昔はこんな白米をまた違うものを入れるなんてと思ってたけど、意外にこれを入れるともちもちしたりして美味しい。うん、あれ知らなかった。え、食べてるよ、つーさん。あれ食べてるよ。じゃあいつも美味しいからいいんだ。はい、というのがこのご飯シリーズで、これは無印良品のオクラ入りネバネバ野菜のスープ。でこれは以前私が日本に帰った時に買って帰ってきて食べたらすごい美味しかった。なんかオクラも入っているし、あとちょっといろんな他のお野菜も入っていて、なんかこうちょっと飲み物をパッと飲みたいなっていう時にすごく便利というスープでありました。インスタントスープで、こっちについでに行こう。でこれも無印で、なんか期間限定で炊き込みご飯の素でブリと柚子のご飯。これはお米2合分の炊き込みご飯が作れる。はい、お取り寄せでした。あ、そうなの？お取り寄せでした。もうじゃあ人気だったのかな。人気だった。もうやっぱりね、まあ美味しそうだもんね、うん、こんなご飯にはならないと思うよね。というものでしょう。
で、これは何ですかね。これはまたいただき物でございますね。はい、多分分かんないです。でもこれさ、分かんない、どこから来たのかな。分からない。もうなんか大量すぎて分からなかったですね。これはシジミのクラムチャウダーだって。だから、はい、アサリじゃなくてシジミ、アサリ、ホタテのエキスが入ったクラムチャウダーなんだって、うん、で、1杯あたりシジミ約100個分のオルニチンが配合だから、誰だろう、私の飲みすぎを心配してくれた人が絶対出てくるそうかもしれないねと思うんだけど、っていうもの。美味しそうだけどね。うん、美味しそう、うん、じゃあそんな感じのものがこれでしょ。で、お菓子はこれもそう、箱根クッキーサンド。あ、はい、私買いました。それは僕は友達と箱根の旧街道を散歩した時に、散歩、うん、そう、湖の近くで買いました。これはキャラメル3個、ミックスベリー1個、抹茶オレンジ1個が入ってるって。おー、ということは結構よ、5個しか入ってないっていうことは結構大きいの。そうかもしれない。1,2,3,4,5 とかそういう感じ。そういう感じ、そういう感じ。へー、美味しそうだね、うん、はい、で、同じくお菓子はこちらもそうですね。小川県の私の大好きなレーズンバターサンドですが、はい、じゃじゃーん、はい、なし、なしもう帰ってきて全部食べちゃった。ひどいね、早すぎだよね。いや、だってさ、賞味期限も短いし早く食べないとダメじゃない。そうね。でも一応ちょっと冷凍もしたよそうね、冷凍もできるって書いてあったから、うんうん、そうかと思って、うん、なんでちょっとずつ食べます。はい、はい、そしてこちらもケーキ、チーズケーキ、冬のチーズケーキ、私の大好きなシェードパーラー、はい、これを声高に言っていたせいなのか、ツーさんのお家のご近所さんからいただいたという。そうです。すごいね。そうです、ありがとうございます。うちのチャンネルすごい見てくれてるらしくて。あ、そうなんだ。ベランダで洗濯物干してたら、ツーさん、ツーさんって言われてこれお土産、ここ置いとくからって。すごい。これは6個しか入ってないからちょっとずつ食べましょう。はいはいはい。で、ちょっとここにも実は物があった。これは、かわいい、私が大好きなショップに売ってて、前から目をつけていて、すごい欲しいなと思っていたんですが、ツーさんが帰るならば送りつけてしまえと言ってツーさんの実家に私が買って送りつけてしまった醤油入れであります。かわいい、醤油入れなんだそれ。そう、ほら、ここからお醤油入れます。すごい可愛くないこれ、うん、前も醤油入れ買ったんだけど、ものすごい立て付けの悪いお醤油入れで一回お醤油入れると二度と蓋が開かなくなるっていう ね、 そうね。だからちょっとあれは厳しかったので、使い続けるのか、この新しい、この人はちゃんと頭が取れるから大丈夫だそう、ね、で、同じく同じそのお店で買ったのがこれ。これもすごい、結構もう何年か前からかずっと欲しいなと思っていて、あ、これも送りつけてしまえばよいって言って買ったのが、お正月とそれからクリスマスの飾りに使えるハトです。おー、かわいい。やばい、気づいて、ハリコのハトで、こうやってクリスマスはこうやってできる。え、どういうこと。あ、クリスマスはからここにこう帽子をつけられるでしょ。あ、ハトにね。ハトに。ああ、なるほど。で、お正月はみかんつけれる。でもクリスマスとお正月しかダメなの。そうだよ。ああ、もう両方過ぎちゃったじゃん。だから来年よ、よこれ。あ、来年よね。そう、うん、かわいくないこれ。かわいい。前からすっごくかわいいなと思ってた。オルネードホイユさんでしょ。そう、オルネードホイユさんで買った大人気、うん、というものがこれでしょ、はい、で、そこからまた違う私の好きなお店で買ったのがこれとこれ。どんだけ好きなお店なんだよこれは好きなお器屋さん、千鳥という好きなお器屋さんで買った。これはね、石川七宝堂というお店の漆のお店のものなんです。おで、これはね、漆のお椀。あ、綺麗ね。すごい綺麗でしょ、うん、で、なんかやっぱ木のお皿だとどうしてもこの縁がすぐ乾いてきちゃうから、うん、
やっぱ漆がいいなと思って、うん、でこれ結構ちゃんとしっかり漆がかかってるからすごくちゃんと長持ちしそう。でこれに合わせて私はお箸が結構折れちゃってたから赤のお箸も買いました。スーさんはお箸がいっぱいあってまだいらないっていうから私のだけ買った。綺麗でしょ。綺麗。かつお箸はこの先端がすっごい尖ってるのが私すごい好きなの。あ、いつもそうだよね。そう、とにかく尖ってないと嫌なの。なるほど。なんだかわかんないけどこれ先端がすごい細いやつを選びました。はい、はい、というのがこれがまたここちょっとグッズだ、グッズシリーズだった。あれね、俺こんな運んだんだね。はい。でこれは大布巾。こっちの布ってみんなすごい大きいの。なんかこう大きくて、こうちっちゃいやつがないの。でもちっちゃくてこう、うん、あのテーブルとかをこうささっと拭いてすぐ乾かせるものが欲しいなと思って、うんうん、まあ、こっちの人はほらテーブル拭くっていうテーブルをクロスかけちゃったりマット敷くから、うんうん、あんまりそんなのいらないのかもしれない。うーん、でも我らは日本人なの でかつすぐ乾くこう布巾の感じが欲しかったから、うん、これを買ってきてもらいました。綺麗だね。速乾性にも優れてるから嫌な匂いが残りにくく清潔です。お、拭き跡が残りにくいから食器布巾としても重宝する。ボロボロになるまで使って最後は雑巾として使い切りましょう。ああいいね、なんかその感じがということで、うん、そのような感じの蚊帳生地布巾でございました。はい、でこの布巾と一緒に同じやつでガーゼハンカチも買ってきてもらったこれも全部勝手に送りつけたそれなんだろうなと思ったんだよね本当になんだろうと思ってこれはガーゼだからやっぱほらすぐ乾くわけ、うん、でタオル地だから気持ちいいわけ、ハンカチとしても。へえー、いいね。俺も使わせてもらおうかな。もちろんもちろん、だってプレゼントとかにもいいなと思って、いろんな生地、ね、いろんな柄があって可愛いでしょ、うん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 、だからそう、ツーさんとかだったらこういうのとかいいんじゃない、うん、色的にもメンズっぽいでしょ。そうね、おいくらぐらいそれ。これでね、すごい安かったよ。これ何 1,2,3,4,5 5万円あって2,000円ぐらい。安い、いいね。でしょ。へえ、うん、プレゼントいいね。そうなのっていうのは買ってもらって、買ってもらってか私が買ったんだけどね持って帰ってきた持って帰ってきてもらいました。で次はこのお茶、これは3つとも同じ宮崎の宮崎茶房っていうところから取り寄せたお茶です。でこれはね、宮崎ですごい有機栽培しているほうじ茶。これこっちは茎ほうじ茶で、これは花の香りと書いて有機花、なんて呼ぶんだろう、まあ、とにかくほうじ茶で、これは3年番茶なの。3年番茶、熟成してるの。有機熟成3年番茶で、これは薪火の香りみたいなのがするんだって。熟成してちょっといぶした感じので、これはね、なんでこれを宮崎から取り寄せたかというと、これを買えるお店がドイツにあることを発見したの。だからドイツで買うと、フランスは別に EU だからさ、すぐピュって届けてくれるわけ、うん、でもちろん別にこう日本で買った方が当然安いけど、なんかそんなにお値段も高くなくリーズナブルだったから、もしこれ美味しかったら今度そっから取り寄せられるじゃないってことで、お試しで飲んでみようと思っていろんな種類を買ってきてもらった、てか持ってきてもらった。だからいろいろ試してみる。でもそうじゃない、うん、でそれからいつもまた買う、これも買ってきてもらった中華三昧のサンラータンメン。ほんと美味しいよね。美味しい。そう、なんかやっぱりちょっと他のラーメンより高いだけあってすごい美味しいなと思って、ピリ辛感といい、卵を入れると結構ね本格的になる。なんかインスタントラーメン感がないよね、あんまり。そうなの、インスタントラーメンの割にはなかなか美味しいっていうね、うんうん、だからこれをいくつも買ってきてもらいました。はい、でそれからカレーのルーもね買ってきてもらいました。いつもうちこの絶品なんだけど、はい、調べたところっていつもなんか、なんでそんなものばっか調べてるのカレールーはほらやっぱり油がいっぱいじゃない、うん、だからカロリーも高いでしょ、うん、だからあんまりカレーに油がいっぱい入ってなくて、すっきりしてる美味しさがある
ていうのがこのジャワカレーの 50% カロリーオフっていうのだって聞いたから、これもちょっとお試しと思って買ってきてもらって、なんかこれはね、みんな筋肉をね作る人たちはねマッスルクリエイターね、そうそう、なんかあの 筋トレ好きな人は、うん、これをお野菜とかお肉とかをもうほんと無水鍋とかで煮ちゃって、うん、だからもう水も入れないでこう煮込んじゃって、これ入れて食べるとかするんだってそうすると栄養もあるじゃん、お野菜とお肉とか、うん、ほら無水だからさ、うん、そっから出る水だけだし、うん、でこれはカロリーもオフで美味しくて筋肉ムキムキになるらしいよそんな筋肉ムキムキにしようとしてなくない、マンでもそうだけどそんな感じだっていうからいいかなと思ってはい、っていう話ですね、はい、でそれからこれは私の心の拠り所であるしじみ70個分の力、これは飲んで二日酔いになった翌日にすごくいいさっき100個分のクラムチャウダーあったよね。そうね、まあ、だから100個分とこれと170個分ってやつでしょ。はい、でこれはまたいつものチュールですね、はい、チュールまだいっぱいあるのに、お父さんが親バカとして買ってきました、はい、つい買っちゃうとね喜ぶだろうなと思ってまあ喜ぶよ、うん、でも喜ぶからってあげすぎちゃダメなんだ。マグロ海鮮ミックス味です、うん、これをさ好きじゃない猫とかいるのかなっていうぐらい好きだよね。いないでしょう、超好きだよね、うん、何なんだろうね、うん、この麻薬的な感じのチュール猫に猫まっしぐら、はい、でそれからよいしょ、これ100均で買ってきてもらった、じゃじゃーん、おにぎり作りケース。なんか意味あるの？なんかこうおにぎりを作るときに、うん、ラップをしてこう握って、うん、ラップを捨てるでしょ結構、うんうん、それがすごいゴミとしてあれだし、だから昔の人は、うん、手に水をつけて、うんうん、こう握ってたけど、うん、まあ、結構暑いわけですよ炊きたてはね、はいはい、だからついこうやってラップがあるといいなって感じだったけど、これがあればちゃんと洗って何度でも使えるから、うん、ゴミが出ない、おにぎりを作る時も。なるほど、いいでしょ、うん、そうだからでこの中にご飯をギュ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 って入れて、うん、でこれしてこうやってキュッキュッってやればパカンパンっておにぎりができる。シリコンでしょ？そう、うん、おにぎりパックありがとうございます、はいはい、でそれからこれは私がお願いした鮭瓶、うん、なんか鮭フレークっていうものがすごい好きなんね昔から、うん、なぜか、で昔は超ピンクだったのに今はこう着色料がされてないからそんなピンクじゃないんだねあ、そうなんだ、うん、昔は超ピンクだった、ほら全然ピンクじゃない、うん、美味しそうこれ、うんうん、こっちだとサーモン高いからさ、うんうんうん、こんなゴージャスに食べれないのこういう感じではという鮭瓶でした、はいはい、でお風呂の入浴剤もいろいろ、これは前もご紹介していつも必ず買ってきてもらうつむらの薬、はい、これはもううちの超定番 ね、 そうね、この匂いとかももうもはや慣れたよね全然、うん、あもうここから匂うもん開いてないかな大丈夫かな、え、そんな、うん、すごい匂いこれはとにかくすごく温まる気がする、うん、そうね、うん、ね、はい、でこれとでまたこれはツーさんが買ってきた機器、はい、これもまあなんかいいよね、そうなんかバフバフしてて、これ肩こりにって自分でこれ見て買ったでしょ肩こり、なんかマムコは腰が凝ってるから、ね、俺も自分じゃないよ、マムコが肩こりって書いてあるよ、肩こりだけど、でも肩こりに効くってことは腰も効くでしょと思って、そうなの、うん、ツーさんは肩こりだからかって、そう、まあ、肩こりだけどはい、とあともう一個今回初めてこれを買ってきた、これドモホロンリンクルを作っている最瞬間の刻み入浴剤、これはなんか本当にいろんな体にいい薬草がいっぱい入っているらしいよ、うん、なんかうちのお母さんはそれすごい匂いがきついって言ってたんだけど、そう、うん、あ、そうもう入ったじゃん、あ、もう入った俺、うんあれ、あ、そう、じゃあ別に全然大丈夫なの、おととい入ったじゃん、あ、そう、あの浮かんでたでしょ緑色の、それ、あれね、あれね、揉みすぎないでねって言ったじゃん、あれか、あ、別に全然大丈夫だった
あれ、うん、これもすごい温まったなと思ったけど。ああ、そうね、確かに、うん、よかった、はい、はい。で、これはよこいしょ、和歌山県の紀州備長炭。備長炭っていろんな効果があって、これは浄水にも使えるの。あ、でほらご飯炊くときも血入れてるでしょ、うんうんうん、だからご飯炊く用に買ったのこれ。あ、なるほどね、うん、でご飯を炊くのにも使えるし、だからお水をこうろ過することも使えるし、うんうん、でいっぱい使ってもなんかそろそろ変えようかなってなったら脱臭にも使える。あ、なるほどね、うん、とても良い、うん、でこれをだから買ってきてもらった。やっぱりね、はい、そろそろご飯に入れたいなと思ったね。うん、そうね、はい。でまたここでよいしょ。あ、はい、それは私の。これはツーさんが買ってきたウノブラシ、はい、1917年。すごい、あの職人さんが作ってる手作りなんですよ。すごいね、このなんか金色の箱、パパパパパーンっつって、はい、こんなブラシ、はい、もう一生ものの洋服ブラシです。すごいね、これ。トゥーさんは洋服とか靴とかのケアするのがすごい好きだね。そう、大好き、趣味というトゥーさんの趣味が炸裂したグッズをご紹介いたしました。はい、でこちらは私が趣味を炸裂させた前もご紹介したイースタデーラー油とサマーデーマー油。前回はたまたま行ったお店で見つけて購入したんだけれど、食べたらすごい美味しかったね。美味しかった、超美味しくて、うん、にゃんじゃこりゃって言って、うん、その後ツーさんのお母さんがパリにいらっしゃる時にも頼んで持ってきてもらったぐらいね、はい、すごい美味しかったから、もう今回はこちらのメーカーさんに直接連絡をしてにゃんと20個、20便20個も買ったのね、はい、うん、まあ、でも別にうちで20個食べようっていうよりは、なんかすごい本当美味しいから、こうみんなにね、お友達とかにもね、布教活動、布教活動しようかなと思って、なんかほらちょっとしたほらちっちゃいしさ、うん、こうプレゼントっていうかさ、お土産ですよって渡すのにもいいかなと思って。沖縄でせっせと作っているらしいよ、うん、美味しいよね、すごい美味しい、うん、でそれからこれもまた定番のなめこ缶。なめこって缶詰になるんだと驚かれる。だがしかしとても便利ね、これね、うん、すごいこう開けてそのまますぐ使えるし、うん、なんかなんだったらなめこって結構足が速いから、うん、ツーさんのお母さんのってこの缶詰いいわねって言ったもんねで結構このちっちゃいけど開けるとほーっていっていっぱい入ってるのよ。へー、こう圧縮されてるのかって、何かがギューって入ってるからすごいね、食べ応えもあるし、うん、缶詰だからだってこれ2026年の4月まで食べれるし、ね、へー、すごいね、とても良いのよ、これはね、うん、すごくおすすめです、はい、缶詰、はい、はい、でそれからですね、ありますね、はい、これごま豆腐の素。お、素ってどういうこと？これに水を入れて混ぜ合わせて練り上げて冷やせばごま豆腐ができる。すごいね。すごいでしょ、うん、私なんか Facebook の海外で日本食を作る会みたいなやつに入ってんだけどそこでこれすごいいいよっておすすめしてる人がいて、へえと思ってごま豆腐作る食べたいなと思って、これ簡単だしいいなと思ってこれを買った、はいはい、でこれはですねごぼう茶。あ、これは我が家の今大定番なんだけれど、これはもともと知り合いの PR 会社の社長さんがいらした時にいただいて、ふーん、ごぼう茶か、なんかちょっと懐かしいぐらいだなと思って飲んだら結構美味しいよね、ごぼう茶ね、うんうん、で、すごい美味しくて体にいいし、だってほら、うん、イヌリンが入ってるから。あ、あれね、でうん、今一瞬分かんなかった。イヌリン、ね、お通じを改善する効果があるんだよ、はい、そうで、一つの ティーバッグで1リットル出せるの、うん、なるほど、結構すごい、うん、で1本を1日って決まってるから、うん、こんなちっちゃくて30本でこれで1ヶ月持つの、お茶として。で、それもすごいいいなと思って、うん、これを毎日飲んでいます。なるほど、なので、ちょっと追加で買ってきた。そんな安くないんだけど、これ1個で4000円ぐらいする。4000円もするのそれ、うん、すごいね。でも1ヶ月だ、持つから。まあね、そうそう、だからいいでしょ、はい、ということで、この私味感おすすめです。で、これ
これは便利なですねこれ便利なって要はこうあのいろんなものをスライスできてで刃も変えられるっていうやつなんだけど、友達がすっごい便利だ、めっちゃ便利だから、もう全人類が持った方がいいっていうから、そうなんだと思って買おうと思ったんだけれど、多分彼女はこれの1個小さいサイズの便利なんだと思うんだけど、あ、ちっちゃいサイズあるんだ。これはスーパー便利なっていう、一応業務用でも使えるっていうサイズで、どんなものかも分からなかったし、こう Amazon で見てたらスーパー便利なったら、このスーパー便利なプロの方が絶対いいって言ってる人がいて、で評価もすごい、これがすごい高かったから、ふんふん、そうかそうかと思って、サイズとか何にも見ないで買っても、こんな大きかった。でもすっごい薄くスライスできるんだってだからほら、玉ねぎのスライスとかさ、うんうんうん、ああいうのとかも薄いのが作れるんだって。であとキャベツの千切りとかもすっごい細いのがこうシャシャシャってできるんだって、うん、だからちょっと大きいんだけど楽しく使えばいいかなって、もう買っちゃったからね。楽器みたいだよねそうね、なんかこう、あとなんかさ、こうグオーンみたいな、なんか危ない人みたいだよね。うん、ちょっと大きいのよね。まあ、まあ、でも使ってみよう、しょうがない、はい。でそれから、これかわいいやつ、はい、今の大きさとはまた別個の顔このかわいいザルはお米を研ぐザルです、はい、でこのお米を研ぐザルはまたたびの木でできている。でこうお水を入れると木がほらちょっと膨張するから、この芽がまたさらにキュッてなるんだって、うんうん、でだからお米が流れたりもすることもなく洗えると、うん、でこれ結構一生もののザルなのね、うん、まあビジュアルで買ってしまったっていう。いやでも可愛いすごい、可愛いでしょ、物もちゃんとしっかりしてるし、そうなの、うん、すごく可愛くて、うん、でちょっとまたたび大丈夫なかしら猫って思ったんだけれど、誰も反応してないから大丈夫、まあ匂いとかはもうないのかな、またたびでもね、まずそこを心配したよね、うん、まあ、でもとにかくすごい可愛くて飾っとくのもいいから、うんうん、こんなまたたびのザルが来ました。でザルといえばこのこのザルをなんか買ってきてもらったザルって思うかもしれないんだけど、なんかフランスのザルって必ずここに手がついてる。あでこの全く手がないやつではない。で手がないやつっていうと、なんかほらパスタを茹でるような変なポチ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 って穴が開いてるやつしかない、うん、だこういうなんかネットのザルが本当にネットのザルでこう手もないとかが本当なくて、うん、私はこう鍋の中に入れて使ったりしたかったから、うん、手がないやつをネットとかもすごい探したんだけどなくて、あじゃあちょっとツーさんにお願いしてもらおうかなっていう。でこれはなんか特に丈夫なザルっていうやつで、うん、すごいすごい作りがしっかりしてるから、結構本当にもうずっと一生使えますってやつなので、でうちのザルがもう本当やっぱ壊れちゃったから、ここの辺とかが、うんうん、やっぱりちゃんとしたやつをずっと長く使おうと思ったから、この丈夫なザルっていうのを買いました、はい、であとは終盤になりまして、これ、はいはい、これは無印良品の T シャツ、これはフレンチスリーブスなんですね、ほら、ああなるほど。でフレンチスリーブスのちょうどいいのはなかなかないなっていうのと、うん、まあ、とにかくそのフレンチスリーブスがすごい欲しかった、その当時、はあ、でそうしたら無印で安くなっている状って言って、うん、で特にねフレンチスリーブスはこうほらここまで来なくてこれなんだけど、うん、ちょノースリーブ感覚なんだけど、大人の女性はほらちょっと腕をまるっと出すのは恥ずかしいけど、フレンチスリーブスだったらさらっと隠せますよっていう話だったから、そりゃええわと思って買ったんだけど、うん、着てみたら私の腕は隠しきれなかった。あもうちょっと腕の運動をしなきゃいけないんだけど、でもこの色も可愛いかなと思ったのと、でほらこのワンピースと似た色でしょ、うんうん、でこの私はこういうモーブ色が超絶好きなんだなと自分で今気づいたわけですが、うん、分かるよそれは、見るこの絵面見れば分かるよでこのワンピースも無印で買った、はい、そうですね、でそうでこれは夏の終わりぐらいかなんかに買っといて、うん、実家に置いておいたのを、うん、ツーさんが持って帰ってきてくれた、はい、ということですね、はい、でそれからよっこらせ、
これはツーさんが買ったまた親バカグッズ、はい、はい、鳥の羽、はい、こうやつね、うん、はい、早説明少なこれは何でしょう。それは何だ。これはこうやってメリケン作品。完全にそれじゃないですか。違います。これはレタスの芯とかにブスッと刺すとレタスの寿命が長くなるやつですよ。すごいね。レタスの芯のとこをこうやってブスブスブスって刺すとくと、うん、なんかその成長点を止めるの、うん、そうするとすごい長持ちして本当に葉物が1ヶ月ぐらい持つの。だからしかしいつも用事でやってたんだけど用事がもったいないし結構折れるの用事が。そうね。そうだからこれだったらずっと半永久的に使えるなと思って買ったの。どうしよう、マノコに刺されたら俺の成長点止められるかもしれない。ああそうかもね。であとはこれも超すごいいろんな人に勧められて買った、はい、まるでこたつ、はあ、という靴下の、はあ、で靴下をすごい勧められたけど私は靴下よりやっぱレッグウォーマーが欲しいなと思って、はあ、でこれはなんかこの足のねところに足首のツボを温める、うん、なんかそういう機能があるの。だからすごい足首があったかい、今までよりあったかい特殊保温発熱素材も使用しているの。でほら私今履いてますけどね、こういう、あ、そうなんだ。そう、ここにここになんかこういうのがあってここがあったかいっていう話は、ね、ほらそうね、でも足アップで映してるよ。はい、はい、でも、まあ、そんなよくわかんない私ねでもまああったかいんじゃないっていうそんな感じ。なるほど、はい、はい、でもみんないいって言うから、うん、多分寒がりの人がいいんだと思う。なるほど。はい、そして最後になりましたがなんで最後はそれなの今度これ最後にツーさんが買ってきたビオレの UV です、はいはい、日焼け止めをすることが大事だってみんなに言うか言うから日焼け止め頑張ってます。これ去年私が買ったらすごいツーさん気に入ったんでね。そう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 、ね、すごい使いやすいこれ。こうほんと塗った感じがないぐらいにジェルでサラサラって気持ちいいしね、うんうん、そうだからまあ確かにこれはいいと思う、うん、すごくね、うんうん、なんかあの白くなったりもしないしね、しない。あの今までのベタっとした UV の感じがないからこれは本当に使いやすいと思う、うん、男子にもいいよね確かにね、はい、すごい使ってます、という感じでありました本当はもっとたくさんのものを買ってきてくれてありがとうございました。とんでもないです、頑張りました。つーさんのお母さんに呆れられながら。そうね、ほぼ、まあ、でも美味しいご飯いつも作ってくれてるからね、はい、すいませんいろいろ頼みました私が、はい、はい、という感じでこれからもこれを使っていろいろやっていこうと思います。はい、ではさようなら